それではこれよりですね、令和3年度鳥獣対策優良活動表彰式を始めます。よろしくお願いいたします。それではまず最初にですけども、農林水産副大臣武部新からですね、ご挨拶を申し上げます。なお武部副大臣からのご挨拶につきましては、事前にですね、録画をさせていただきましたので、そちらをご覧ください。令和3年度鳥獣対策優良活動表彰式の開会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。本来であれば表彰式の場において受賞者の皆様にお会いし、直接お祝いの言葉を述べさせていただくところですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、今回表彰式につきましてオンラインにより開催させていただきます。本日受賞された皆様は、これまで地域において鳥獣対策に熱心に取り組んでこられた方々であり、これまでのご尽力に深く敬意を表しますとともに、この度表彰の栄に欲されましたこと、心からお喜びを申し上げます。さて、野生鳥獣による農作物被害額は、近年の被害対策と皆様のご尽力により、平成24年度の230億円から令和2年度には161億円と減少傾向にあります。しかしながら、依然として農林水産業に深刻な影響を与えていると重く受け止めております。このため、現在全国各地で集中捕獲キャンペーンを展開し、捕獲活動をさらに強化しているところであり、関係者の皆様にご協力を賜り、この場を借りて御礼申し上げます。こうした中、昨年6月には私も携わった議員立法で鳥獣被害防止特措法が改正され、都道府県による広域捕獲活動の推進や、そのための体制構築、食肉以外の比較等の多用と利用を含む地米利活用の推進等に取り組むこととされました。農林水産省としても、改正特措法の趣旨を踏まえた予算を措置し、これらの取り組みを強力に後押ししてまいります。我が国の農産漁村を美しく活力あるものとして次世代に継承していくためには、各地域の実情に応じた鳥獣対策を地域が一体となって取り組むことが重要です。本表彰は、鳥獣対策を通じて地域に貢献している方々を表彰するものです。この表彰を機に、受賞された方々の優れた取り組みを模範事例として、全国各地域で効果的な鳥獣対策が広く展開し、深刻化する鳥獣被害の軽減やジビエ利活用の拡大につながることを大いに期待しております。結びに、受賞された方々のますますのご活躍をお祈り申し上げますとともに、皆様のご健勝を記念いたしまして、私の挨拶といたします。令和4年2月16日農林水産副大臣武部新。武部副大臣からのご挨拶でした。ありがとうございました。それでは、本来であれば受賞者の皆様に、表彰状をですね、授与するところでございますけども、今年度はオンライン開催のため、受賞者の皆様のお名前をですね、読み上げてご紹介とさせていただきます。では、画面の方をご覧ください。農林水産大臣賞被害防止部門個人の部、佐賀県鳥栖市
和田光雄様。農林水産大臣賞、捕獲鳥獣利活用部門、団体の部、愛媛県宇和郡松野町、NPO 法人森の伊吹様。農村振興局長賞、被害防止部門、個人の部、新潟県東蒲原郡阿賀町、畑野健二様。農村振興局長賞、被害防止部門、団体の部、宮城県上郡鹿間町、鹿間町有害鳥獣対策協議会様。農村振興局長賞、被害防止部門、団体の部、千葉県富里市、富里市有害鳥獣被害防止対策協議会様。農村振興局長賞、被害防止部門、団体の部、福井県大井郡高浜町、高浜町有害鳥獣害対策協議会様。農村振興局長賞、被害防止部門、団体の部、滋賀県甲賀市、甲賀市信楽町宮尻集落様。農村振興局長賞、捕獲鳥獣利活用部門、団体の部、宮崎県小湯郡西米良村、西米良村ジビエ処理加工施設様。以上が受賞された方々のお名前でございます。受賞者の皆様、大変おめでとうございます。